今日から使える簡単決闘データ、決闘データ備忘録、ダブルデータフォーカス推奨馬大発表のお時間がやってまいりました。今回は11月6日日曜日に行われるレースの中から厳選勝負レースをピックアップして推奨馬をお届けしていきます。結局土曜日の推奨馬で構想してくれたのは東京10レースノベンバーステークスで2番人気1着だったエピファニーのみという形になってしまいまして、大変ご迷惑をおかけしてしまいました。ただその東京10レースのエピファニーですね、血統データラップ分析ともにドンピシャの予想ができていたんじゃないかなと思っています。血統とラップを掛け合わせた予想でなんとかこのレースで手応えがつかめたかなと思っていますので、これを足がかりにしっかり日曜日も分析していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは11月6日日曜日の厳選勝負レースは以下の通りです。東京3レース、福島10レース、福島11レース、阪神11レース、宮古ステークス、東京11レース、アルゼンチン共和国杯、合計5つのレースで推奨馬をピックアップしてお届けしていきます。なお、阪神11レース、宮古ステークス、東京11レース、アルゼンチン共和国杯の推奨馬については、メンバーシップ限定での配信となります。宮古ステークスアルゼンチン共和国杯の推奨馬についてはレース当日の朝9時までに YouTube メンバーシップのコミュニティ内に推奨馬の名前の書かれた画像を投稿させていただきますので、そちらでご確認をお願いいたします。なお今回からですね、通常だったら YouTube メンバーシップ限定配信としていたレースの推奨馬につきましても、ちょっと不定期にはなるんですけども、ブッカーズの記事の方でバラ売りをしたいなと思っています。月額でちょっと支払うのは抵抗のある方でもですね、お気軽にちょっと見ていただけるようにブッカーズの記事を販売させていただきたいと思っています。金額的にはもう明らかに YouTube のメンバーシップに登録していただいた方がお得ではあるんですけども、月額にちょっと抵抗がある方はぜひブッカーズの記事の方をご確認いただければと思います。はい、それでは推奨馬の発表に移ります。まずは東京3レース芝 2000m で行われる2歳未勝利戦です。こちらのレースで推奨させていただきますのは8枠10番のラバタンシンです。このラバタンシンエピファネイア3区なんですけども、この東京芝 2000m はエピファネイア3区のボバ1000馬がかなり高い高走率をマークしている条件となります。さらにですね、このラバタンシン母父桜爆心王ということで、東京の高速馬場かなり合う条件なのかなと思います。さらに前走のラップ分析的なところでもですね、前走かなり超スローで流れたレースで逃げ馬を捕まえきれず2着という形なんですけども、一体一体で決まりそうなところを、4コーナー1番手の馬と2番手の馬の間を割って2着ということで、展開の不利がありながらも一定の末脚をしっかりと証明したような、レースでした。今回、その決め手がしっかり生きる舞台設定ということで、前走2着からのさらなる前進に期待して推奨馬とさせていただきます。はい、続きましては福島10レース芝 2600m の三陸特別ですかね。こちらのレースで推奨させていただきますのは7枠13番のトラウンシュタインです。このトラウンシュタインオルフェーブル産駒なんですけども、この福島芝 2600m 距離延長で出走のオルフェーブル産駒が驚異的な高走率をマークする条件となっています。副勝率なんかもう 52.4% あるような今回条件ですので、オルフェーブル産駒のスタミナが生きるコースかなと思いますので、血統データ的にかなり期待できるかなと思っています。前走前々走のラップ分析的なところでもですね、前走芝の 2000m でのレース使って1着になっているわけなんですけども、ラップ見る限り、この芝 2600m への延長というのは大歓迎ですし、前々走、札幌芝 2600m のレースで2着と負けてはしまっているんですけども、ラップ的には、この馬が最も強い内容でしたので、今回芝の 2600m というのはベストの舞台ですし、しかもこの福島芝 2600m に距離延長で臨んでくるオールフェーブル産駒、めちゃくちゃ高走率が高い条件となりますので、ちょっと意外と人気できないんですけども、期待をして推奨馬とさせていただきます。はい、続きましては福島11レースダート 1150m で行われます、フルーツラインカップですね。こちらのレースで推奨させていただきますのは8枠12番の次元です。
この次元イントゥーミスチーフ3区なんですけども、イントゥーミスチーフ3区のボバ1000馬ですね、ダート 1200m 以下のレースに距離短縮で臨んでくる際に、安定して、しっかり構想するような、条件となっています。この次元もですね、前走阪神ダート 1200m に出走ということで、たかが 50m ですけども距離短縮で臨んでくるイントゥーミスチーフ3区ということで、この構想データに完全に合致する形となります。前走のラップ的なところもですね、前走の内容はかなり前に行った馬に厳しい流れだったんですけども、指し馬が台頭する流れをまあある程度前からしっかり粘り込んだという形で、高い評価を与えていいんじゃないかなと思います。今回相手も弱くなりますし、外枠引けましたんで、無理なく運べればしっかり勝ち負けかなと思います。前走休み明けだった部分もありますので、今回調教の時計も詰めてきていますので、前走2着から、かなり強い内容だった2着ではあるんですけれども、そこから、さらなるパフォーマンスアップを期待して、推奨馬とさせていただきます。はい、以上東京3レース、福島10レース、福島11レースの、合計3つのレースの推奨馬を挙げさせていただきました。阪神11レース宮古ステークスと東京11レースアルゼンチン共和国杯の推奨馬についてはメンバーシップ限定での配信となります。レース当日の朝9時までに、YouTube メンバーシップのコミュニティ内にて、推奨馬の書かれた画像を投稿させていただきますので、そちらでご確認ください。なお今回より、不定期にはなるんですけれども、ブッカーズの記事の中で推奨馬の公開も行っております。宮古ステークスとアルゼンチン共和国杯の推奨馬についてもブッカーズの記事で販売をしておりますので、明らかに YouTube メンバーシップの方が、金額的にはお得になるんですけども、月額で支払うことにちょっと抵抗がある方はぜひブッカーズの記事の方を購入していただきましてご確認いただければと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回取り上げなかったレースでも、馬券を買うレースがあれば随時ツイッターの方で更新していきますし、またチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、それでは日曜日の競馬一緒に楽しんでいきましょう。ここで一つお知らせです。僕が最も尊敬する血統予想家 TK さんがこの度、PDF 版の書籍を発売されました。なんと66頭の種牡馬の産駒の傾向だったり狙い時がしっかりと網羅されたボリューミーな内容となっています。ちょっと中身の方を覗き見させていただきますと、みんな大好きヘニーヒューズ産駒については、圧倒的ダート向きの種牡馬、外枠で信頼度が大幅にアップといった形で、馬券に直結するようなデータがしっかりと網羅されている形です。このようなデータがなんと、種牡馬66頭分しっかり網羅されたボリューミーな内容となっています。もちろん僕自身も TK さんのファンの一人として手元に今ある状態で拝見をさせていただいていますが、かなりおすすめの内容となっています。ぜひ概要欄のリンクから販売ページの方をご確認ください。